生活を激変させた紙製品、買ってよかったものランキング2024、ついでに買ってよくなかったものも紹介します。前回はパソコン部屋を紹介しましたが、今回は生活空間、つまり主に日用品や生活家電などを紹介します。まあこの日用品編は半年後にやろうと思っていたんですが、まあ、いろんなトラブルが生じて急遽作ることになった感じ。何が起きたかというと、ダイキンのエアコンが1年も持たずにぶっ壊れました。電源ボタンが点灯してるでしょ。この修理にね、2日もかかって、もちろん立ち会いが必要で、その間動画が作れなかったんですよね。結局基板を3枚も交換して直ったようですが、まあギリギリ1年未満だったので無償修理で済んだんですけど、いやーこれはね、買わなければよかったですね。どうやらこのダイキンのこのシリーズ、同じ症状で壊れたって人結構いるみたいで、まあ最悪ですね。メイドインチャイナ。ついでなので、車庫につけたハイセンスの中華エアコンですが、これはパワーも十分あるし、特に不都合も今のところありません。14畳用で10万円ちょっとだったので、日本メーカーより2、3万円安かったんですが、あとは耐久性ですかね。ただあの日本が誇る空調機器メーカー、ダイキンのエアコン、速攻でぶっ壊れてるので、日本のメーカーだったら安心だよっていうのは妄想だなと実感しています。これ今気がついたんですけど、安物なのにちゃんとリューバー左右方向にも動くんですよね、自動で。これって日本のメーカーだと中級機種以上にしかついてないですよね。このエアコン安物だからこそリモコンにカバーがついていません。なぜかちょっと高いエアコンって、こういうね、こういう謎のスライドカバーとか、パカッと開けるカバーとかついていて、まあ見た目重視なんだと思いますけど、使いにくくないですか？次は死ぬほど地味なんですけど、マジで便利なグッズ。スライドドアのオートクローザーです。両面テープでくっつけるだけで自動でドアが閉まるようになるという神グッズです。軽く触れるだけで勝手に閉まるので、吉田みたいなすぐに開けっぱなしにしてしまうようなだらしない人間に、まあ最適なんですよね、これ。中途半端な位置で開けるのをやめると、そのまんま閉まってきます。しかも神なのは値段がたったの900円。サブチャンネルで紹介したダイエット自転車テーブル付き、まあ皆さんの想像通りですね。別に製品としては何の問題もなく普通に使えるんですが、でも皆さんの想像通り、何とは言いません。で次はダイニング周り、ニトリで買った無垢修正材のダイニングテーブルです。値段は忘れたんですけど、まあ数万だったと思うよ。2メーター近くある巨大なテーブルの割には結構安かった記憶があります。いや、1枚板の数十万円する高級なダイニングテーブルに憧れてたんですけど、買わなくてよかったなと思ってます。安物のいいところは雑に扱えるところ、もう傷がついてもどうでもいいんで、作業机として使っちゃってるんで、安いからこそ便利、そういうのってありますよね。見た目は悪くないんですけど、所詮ニトリ製なので、この厚みフェイクです。見えないところはまあペラペラですね。まあペラペラな分軽いので、それはそれでいいとは思います。足が黒くてカクカクしているのも見た目的に好きなんですが、所詮ニトリ製なので、これ木製です。高級なのは大抵アイアン、鉄なんですが、まあパッと見では木製に見えないので、まあいいかなと思ってます。机よりもこの椅子の方がおすすめかな。ダイニングチェアって長時間座るの微妙じゃないですか、硬くて。これふわふわしていて座り心地めちゃくちゃいいんですよね。ここスプリング入ってるので適度な反発感もあって、すごく良い。もちろんこれもニトリ製なんですが、ニトリのくせにこれ1個2万円近かったと思うので、実はね、椅子の方が高いんですよね、テーブルより。ちなみに予算オーバーだったので、反対側はアームレストなしにしました。ああ、これはね、最悪。ASUS のゲーミングタブレットという意味わからない商品。まあ動画ネタ的に面白いかなと思って、確か25万円くらいで買ったと思うんですが、マジで使えん、実用性がない。タブレットなのに Core i9 と RTX3050Ti だったかな、それを搭載している Windows タブレットという意味わからないスペックなんですけど、見た目はガンダムっぽいですね。まずタブレット形状である必要性が全くわからないんですよね、これ。くっそ重たいので、これをタブレットとして使う人多分いません。体感 iPad Pro 3個分です。そしてタブレットなのに電池が1時間ちょいくらいしか持ちません。なので結局ノートパソコンとして使うわけですが、いちいち足を引き出す動作がめんどくさいです。あと地味にね、角度の調整もいちいちこんな感じでってやらなきゃいけなくて、まあ融通効かないんですよね。あと持ち上げた時にキーボードがあーってなるのもイライラします。キーボードが英語配列ベースを無理やり日本語化したやる気ないキーボードなのはまあいいんですが、これフォントがマジでね、頭おかしいですね。色が薄いし、特にファンクションボタン、どれがどれだか全くわかりません。F7 と F10 テープをつけて印をつけてます。
で、最大のイマイチポイントは充電器ですよ。充電器 100W の USB-C 充電なんですが、 USB-C なのになぜか充電器は純正じゃないと 100W で充電できません。しかもこの充電器なんかスマートじゃないでしょ。これじゃないかやばいし、場所取るし、あーってなるわ。で、 USB-C のポートの耐久性もマジちょっと終わっていて、グラグラでしょ。こんなグラグラなポート激安スマホでも見たことないわって思います。なんか刺した感触もめちゃくちゃ悪くて、刺さってるのかマジでよくわかりません。まあこんなの買わない方がいいですよ。ちなみに8万円のゲーミングノートは処分しました。エンターの右側に点キーがあるのがどうしても耐えられなかったです。誤動作めっちゃするんですよね。無効化したりもしましたが、それでも耐えられず、ノート PC で最も重要なポイントの一つがキーボードなんだなって再認識しました。ノートパソコン何買ってもいいと思いますけども、キーボードだけは要チェックですよ。変な配列だったら買ったらダメ。これちょっと地味ですが、この扇風機は買ってよかったものの一つかもしれません。黒い扇風機が欲しくてこれを買ったんですが、普通の扇風機よりも一回り小さいので、パソコンデスクの下にも入ります。なので邪魔になりません。小さい割には風量も十分あります。何よりもこれマイコン式なのに8時間で自動オフになるという安全装置がありません。どれもこれも8時間で勝手に切れやがってうざいですよね。これは無限に動きます。ちなみに寝室で使っている扇風機も同じシリーズのもので、こっちはいわゆるサーキュレーター形状になっています。欠点は値段かな、8000円から1万円くらいだったと思うので結構高いです。次はキッチン周り。生活に革命が起きたもの、やっぱり業務用の 200V 電子レンジ、コンビニレンジ、これマジ最強、マジ便利、早い。オート機能がないので、オート機能を使う人には非常に不便だと思うんですけど、まあ私はオートを信用してないので基本マニュアルなので問題ありません。マニュアルの設定がね、これ非常に使いやすいんですよね。業務用なのでプリセット設定ができます。これがまた非常に便利で、慣れればもはや何も考えずプリセットを呼び出せます。最近近所のコンビニの電子レンジが全店舗セルフになって死ぬほど不便なので、店で温めなくなったので、特にこの電子レンジのありがたみよくわかります。家庭用電子レンジの3分の1の時間で終わるので、弁当ならだいたい1分、小さいものなら30秒、パンなら10秒、ガチガチに凍った肉の解凍も1分あれば OK です。当然 200V コンセントが必要なので、新築を建てる人は 200V コンセントを用意しといたら便利かもしれません。アイリスオーヤマのノンフライオーブンは正直言って微妙。実はそこそこ使っていて、焼き鳥焼いてみたり、ピザ焼いてみたり、普通に食パンを焼いてみたりしていますけど、クソ使いにくいです。まず何があかんかって、オーブントースターのように蓋を開けた時に網が出てきませんよね。これ普通に使いにくいです。まあそれはノンフライオーブンだからしょうがないにしても、ちょっと引き出した時に網がガタンって落ちるんですよね。これがね、死ぬほど致命的なくらい使いにくいです。まあなんでそうなるかって、レールを見ればわかります。真ん中の部分ありません。これが繋がってるだけで相当使いやすいと思うんですけど、なんで繋がってないんですかね。中華の闇動画で買ったアクアの冷蔵庫は見た目的には非常に気に入っています。マットな質感、赤っぽいグレー、非常に好みです。普通の冷蔵庫よりも奥行きが狭いので、出っ張りが最小で済むのもいいですね。実はもっと押し込めるんですが、ドアが開かなくなるのでちょっと出しています。見た目はいいんですけど、使いやすくはないです。例えば両開きのドア、当然気密性を上げるために複雑な構造をしています。なので強めに閉めないと半ドアになるんですよね。実際に微妙に閉まってなかった事件、3日に1回は起きています。あと片側を開けただけでは内部の引き出しが開かないのも、これクソ不便。これがあまりにも使いにくすぎて何も入れていません。下の部分に引き出しがあるせいで、棚の部分の高さが明らかに足りない問題もあります。ペットボトルを立てた状態では入りません。本来は3段あるんですが、1段取っ払いました。ペットボトルが入らないってのもあるんですが、鍋とかもね、入らないんですよね。奥行きがないのはメリットである一方で、デメリットにもなります。鍋とか入れるときに持ち手の部分が邪魔なんですよね。奥行きがあれば奥まで突っ込めばそれでいいんですけど、横にするしかないのでスペース取るし、なので普通の冷蔵庫のあの奥行きって考えられた寸法なんだなって感じます。冷凍庫も特殊な形状をしていて、内部が引き出しになっています。これ便利そうじゃんって最初思っていたんですが、実際に使うと不便。外のドアを開けて内部の引き出しを引き出す、このね、2段階動作、閉める時も2段階、当然氷入れも2段階だし、氷入れの部分の開口も狭いし、使いにくいんですよこの冷蔵庫。見た目はいいんだけどね。魚焼きグリルが電子レンジになっている頭おかしい IH を自分でつけましたが、
電子レンジ部分は一切使っていません。これもノンフライオーブンと同じで引き出しても出てこないので、もう非常に使いにくいです。素早い火力調整ができないのが地味にイライラします。ガスだったらレバーをグワッてやれば一瞬で強火にも弱火にもなりますけど、こいつはねタッチ連打しないといけません。例えばこの火力表示の赤い部分、ここをスライドすれば火力が調整できるとかそういう機能があればいいんですけど、そういうのはない。火力については多分家庭用のガスコンロよりも強い印象なんですが、まあ物理的に火が見えないので火力調整はよくわかりません。ただ IH にしてよかったなぁとは思います。本当にね掃除が楽。魚焼きグリルのカバーとかも買ったんですけど、食洗機にぶち込んだら変色しました。超ギリギリですが、斜めに入れると入ります。まあ変色したけど悪くはないかな。このフック非常に便利です。両面テープでくっつけるタイプですが、下に出ているベロリンチを引っ張るとノリが残らず剥がせるというアイディアグッズです。剥がせるんだけどめっちゃ強力なんで全然落ちないですね。岩谷の純正ガスバーナー、これめちゃくちゃ便利。握るだけで着火します。ガス量の調整とかも必要ありません。プジョーの電動ミル、使用用と故障用の2個を買ったんですが、1個1万円以上する割にちょっと微妙かなと感じています。ここを回すと粗さが変更できるのが非常にいいんですが、これは細かいモードね。これがちょっと粗いモード。でもこれ結構な頻度で回らなくなります。水洗いすると治るんですが、あまりにも頻度が高すぎて1万5000円なのにって思ってる。まあ3000円ぐらいだったら別に不満はないんですけどね。2000円くらいで買った電気ケトルは全く使っていません。 200V IH のパワーマジ強すぎて、こんなので沸かすくらいだったら IH を使った方が圧倒的に早いです。あと電装部品なので洗えないのが気持ち悪いですよね。これはもう捨てます。なんか動画がグダグダ長くなってきましたが、吉田家サーバールームも見ていきましょう。個人的に非常に気に入って使っているのが中華製のロボット掃除機でした。4万円くらいという激安価格なのに自動ゴミ回収機能までついているなど非常に満足していました。ルート学習機能も優秀でルンバもいらねえなと思っていました。過去形ですけど、時間設定で自動掃除もできるんですが、それはオフにしています。特に電源コードとか巻き込むんでやっぱり見張ってないとダメですね。ボタンを押せばスタートするはずなんですが、なぜかこの日機嫌が悪くて全然動き出しません。連打してたらなんか動き出しました。もちろん掃除が終わればステーションに勝手に戻るし、ゴミはステーションが勝手に回収してくれるし、それで4万円非常に安い。充電を開始します。ゴミ捨てを開始しました。ブレーカー落ちたよ。マジでブレーカー落ちた。初めて落ちたんだけど、ブレーカー100アンペアの大元ブレーカーが落ちていました。映像をよく見ると電流ブレーカーではなくて漏電遮断機が作動していますね。漏電している。この後も何回か試したんですけど、あの同じタイミング、掃除機で吸い上げるタイミングで漏電遮断機が作動します。漏電ってどういうことだよって思うんですが、まあ怖いので捨てることにします。ルンバ買おうかな。ネット環境についてはコミファ光 10GBps 回線でゲーミングカスタムという有線通信のオプションをつけています。まあ、少なくとも 1GBps を下回ったことは1回も見たことはありません。これは動画にしましたけど、アライドテレシスの 10GB ハブを使って一応 10GB LAN 環境を構築しています。ただパソコン側が 10GB 対応してないので全く意味はない。ファンレスなんですが、負荷がかかるとめちゃくちゃ発熱するので、エレコムのモニター下に置くファンで冷やしています。バッファローの最強ルーターを3台使ったメッシュ Wi-Fi は非常に快適で、特に不具合はありません。1回だけフリーズしましたけど、たった1回だけなので優秀ですね。ただこの構成はあまりおすすめしません。ハイローミックスがいいですね。大元だけ高いやつを使って、サブは安物。ちなみにこっちの部屋は使ってません。インテル N100 のミニ PC ナス化したと思うんですが、結局今は使ってません。ぶっちゃけナスいらないんですよね。ちょっとマニアックですが、リビング部分にある吉田の研究室の部分もちょっと紹介します。この場所でマイコン搭載30センチ定規という意味わからないロマン定規を開発しているんですが、いろいろ必要なものがあったので無駄遣いしまくってます。一番買って良かったなと思っているのが太陽電気の業務用ハンダ固定。さすが業務用って感じでめちゃくちゃ温度が上がるのが早いです。
これマジ紙製品で一瞬で熱々になるのですぐに作業始められるっていうのもめちゃくちゃいいんですけど、最強なのは先端部分、簡単に交換できるんですよね。ガス物だとネジくるくる回してグワーってなって、まあ、交換しなくなるんですけど、こいつはスライドさせるだけで交換が可能。さすが業務用だなと思うのは熱い状態でも交換ができます。例えばこういうナイフ型を使えばたくさんの端子を一気に熱せられるので、リップ部品とか外しやすいですよね。あと面実装に向いてるやつとか電線をつなぐのに向いてるとか気軽に交換できるので非常に便利。値段2万円以上したと思いますが、でも安物をね買い替え続けるよりは一発でいいもん買った方がいいと思うよ。筋トレ道具ではなくてこれもハンダゴテグッズ。これをどうやって使うかは自由だと思いますが、例えば基板を挟むとか電線を継ぐってよくするんですけど、そういう時に便利かなと思って買ったんですが、1個じゃ足りないね。もう1個欲しいですね。右端に映ってるあのロボットみたいなやつ使いにくいんですよね。ハンダ付けのチートアイテムといえばフラックス。これを基板に塗りたくれば簡単にハンダ付けができるというやべえ液体なんですけど、瓶入りでクソ使いにくいんですよね。しかも丸い瓶だから転がっていきます。なんかアマゾンで見てたらペンタイプってのがあって、これがねめっちゃ便利です。蓋閉めずにそこら辺にポイしても漏れないのがねいいんですよね。いちいち塗るたびに蓋を閉めないといけなかったあの瓶、マジでムカつくよね。数百円なので買っといて損はないと思います。これはサブチャンネルで紹介しましたが、ニコンの虫眼鏡。ニコンって虫眼鏡作ってんだと思って、なんか8000円ぐらいするのに衝動買いしたんですが、まあ特別なんか優れてるとかはないと思います。ちなみにこういうニコンのルーペってのも売っていて、まあこれはちょっと視野が狭いので、さっきの虫眼鏡の方がハンダ付けの部分の観察には向いているかな。 YouTuber といえば USB 充電器をやたら買いまくる印象あると思いますが、吉田も YouTuber の端くれとして、まあ、大量に買ってるわけですが、この CIO の充電器いい感じですね。小さい方が 45W、 でかい方が 68W だったかな。一応日本の大阪にある小さな会社が設計販売している充電器なので、まあ中華製買うよりはいいかなと思って使ってます。まあ最近 100W とか 150W とかそれ以上とかどんどんハイスペの充電器登場していますけど、ああいうのってバカでかいんで、これぐらいの出力の方が使いやすいと思います。個人的には 68W のでかい方をメインで使っているんですが、なぜかというと USB Type A があるから。 USB PD 充電器で充電できない機器って実はあるんですよね。そういう時はこういう三つ股のケーブルを使って充電しています。まあこれを買う前は中華ユーグリーンの 100W の USB 充電器を使っていたんですが、まあこれ製品としては何の問題もないし普通に使えるんですけど、重量があるので壁コンセントに突き刺すとすぐ抜けちゃうんですよね。でかいのを買うならコンセント近づけはやめた方がいい。自重があるんでどうしても抜けちゃいます。まあそうは言っても 68W の方もちょっと長いんで抜けやすいですけどね。あとはダイソーで売ってる数百円の USB 充電器もちょくちょく買ってます。これはね常時給電が必要な出力はそんなにいらない機器に使ってます。 USB PD 20W で700円くらいなので、まあそういう用途にはコスパいいかなと思ってます。あと1万5000円で買った 60V 出力の電源も買ったりしているんですけど、まあ見ている人的には興味ないですよね。まあこういうのって新品で買うと10万円ぐらいするので、買えなかったので中古なんですけど、まあ普通に使えてます。もちろん基板上用に買ったんですが、例えばこれ AC アダプターがない製品の電源としても使えるかなと思ってます。あ、これはね買わなければよかったものランキング1位かもしれないですね。日置のメモリーハイコーダー、まあオシロスコープもどきみたいなやつなんですけど、まあ死ぬほど使いにくいですね。なんでメモリーハイコーダーなんて買ったかっていうと、Y がね勤めてた会社ではメモリーハイコーダーいっぱいあったんですよ。なので使い慣れてたんで買ったんですけど、やっぱり使いにくいよね。普通のオシロスコープにすればよかったかも。ちなみにマニアックなことを言えば、メモリーハイコーダーの最大のメリットは端子感が完全に絶縁されています。実はオシロスコープって端子間絶縁されてなくて、あの黒い端子ね、黒い方のケーブルを違う電位に接続するとショートするんですけど、メモリーハイコーダーはどうつなごうが大丈夫です。吉田の動画でよく登場するのはこの電動ドライバー。動画内ではあまり触れていませんけど、通算10個くらい買ってます。でその中でも最近買ったのがパナソニックの新型です。 USB-C 充電になって回転速度が上がりました。あとボタンを押した時のレスポンスが良くなったので、旧型よりは圧倒的に良くなっていますが、まあ7000円くらいするのでコスパが悪いのであまりおすすめはしませんね。で個人的に一番いいなと思ってるのがベッセルの最上位の電ドラです。これ回転数が3段階で変更できるというね、他のメーカーにはない機能があって、
この回転数問題って結構ややこしくて、高速回転のやつは速すぎるし、普通のはちょっと遅いんですよね。でもこれのね、最大速度は高速モデルと通常モデルの中間くらいの速度なので、なんかちょうどいいんですよね。あとこの最上位モデルだけ USB-C 充電です。ただし死ぬほどイマイチなのが、パナソニックの最新モデルもベッセルの最上位モデルも USB PD 充電器ではなぜか充電できません。普通のね、タイプ A の充電器でしか充電できないんですよね。これは余談ですが、 USB PD って様々な電圧を出力する都合上 5V を出力してくださいっていう識別用の抵抗が必要です。例えば吉田のね、基板定規の場合は 5.1kΩ の識別抵抗、この青っぽいやつですね、それを2個つけることによって USB PD 充電器でも駆動可能です。この 5.1kΩ の抵抗2個があるかないか、たったそれだけで USB PD で充電できるかできないかが決まります。つまりさっきの製品は両方ともこれがついていません。動画が無駄に長くなってきたので最後にしますが、今回の動画の中で最も買ってよかったと思っているもの、それがドラム式洗濯乾燥機。これは東芝製なんですが、別にパナソニックでも何でもいいとは思います。スタートを押せば乾燥まで終わる、ほんと楽ですね。カンタ君のがいいというご指摘も結構あるんですが、別に電気でも普通に乾きますよとは言いたいです。ただし乾燥機使うと洗濯物の傷みは激しい、毛玉だらけになったりとかね、色が褪せたりとか、明らかに衣類の寿命は縮まりますが、まあそこはねしょうがないですね。あと洗剤と柔軟剤が自動で入るのもマジで便利、これは一回使ったらやめられませんね。あとこの機能も神ですね。ボタンを押すだけでホコリがかき出せます。